お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュライドやっていくんですけど、今日はですねこちらメガナイト枯渇デッキやっていきたいと思います。プリンス型ですね。このプリンス型はですね、主に槍ゴブリンとして使われてるんですが、まあたまにね吹き矢ゴブリンであったりユーノであったり、まあなんかいろいろね枠が変わるフリー枠なんですけど、まあ今日はねプリンス型でやっていきます。でプリンス型のいい点としては、プリンス自体の火力が高いので、まあ勝手にねプリンスが相手のタワーつついて攻撃してくれたり、まあ防衛でも非常に優秀ということで、まあ、槍ゴブリンよりかはデッキパワーがねあるよねっていう話ですね。メガナイトプリンス組めばそれだけでねとても強い形になりますので、まあこの形、そしてメガナイトインドラも非常に強力なね形なので、まあここの組み合わせをねちょっと積極的に作りながらやってくれたらなと思います。いくぜ。さあよろしくですね。まあとりあえずプリンスが強いのでね、だからメガナイトってあの相手の単体系に弱いんですよ。まあナイトとかバルキリーとかそれこそプリンスとかね、そういった単体系に対してメガナイトの後ろの、まあ、インドラであったり、今回はプリンスもいるので、まあ、そこでなんかねメガナイトの弱点を補いながらねやっていくっていうのが理想ですかね。なのでまあメガナイトプリンス、そしてメガナイトインドラの形を積極的に作って、まあ、スケバレとかにね相手にザップ使わせたらコウモリが生きるよ、ギャングが生きるよっていう感じですかね。さあここはまあプリンス合わせましょうか。で今回の相手のデッキは、これもう大流行ですね。もう流行どころやではない。これしかいねえんじゃねえかっていうぐらい使われてますね。マザネクムートの、豚デッキですね。ロイホグが入ってます。すでにもう豚が1匹来てるんですけど、さあこれも踏んできますね。よいしょ。で、踏んで、まあこのね、ミリ残ったのはこうやって小物で回収で、多分ね、スケドラがね、地味にきついのかな、これ。まあまあまあ、どうだろう。さあ、まあ、とりあえずね、メガナイトの後ろにインドラ出しておくだけでめっちゃ強いので、相手はね、あの、コストがないですね。そう、コストがないですね。僕のプリンスに対して、ムーと、そしてスケも出してて、ロイフもね、今メガナイトで美味しくいただいてる状態なので、さあ、これはね、守るがなかなか厳しいよと、もう早速一本打ってきますね。まあ、メガナイトはね、ロイフに強いんでね、そう、単体出しされると非常に強いので、セパレートされるとちょっと厄介になってきますね。まあ、セパレートというのは、両サイドにね、分けるっていう意味ですね。さあ、あともう1600なので、これ攻めていきますね。で、このデッキの弱点として、マザーネクロであったり、ウィザードであったり、まあ、ネクロであったりと、遠距離ユニットの、範囲攻撃型ですね。まあ、そういったユニットがね、まあ、コウモリとかなので、非常に厄介になってくるんですよ、僕は。まあ、ですが、ディガーがあるので、まあ、ディガープラスザップとか、まあ、あとは相手のユニットがいるなら、まあ、ユニットをね、ちょっと出さずに、低めからね、インドラ、プリンスとか出して、相手のユニットが端前にね、来るようなタイミングで、メガナイトで踏んであげるっていうのが大事ですね。相手の奥にいたら、まあ、無理に行かないか、行くなら、まあ、カウンターを受けるので、しっかりね、ディガーで処理してあげるっていうのが大事になってきますね。さあ、これちょっと暇なので、まあ、確実にね、行くために、スケバレをちょっと後ろから流しながらね、で、ここで、低めインドラからの、よいしょ、こう待ってね、メガナイト出すことによって、自然とね、このメガナイトインドの強力なね、形を組むことができるんですが、マザネクちょっとやりたいんでね、ディガープラスの、で、やりに行くんですけど、確実にね、ザップまで打って突破した方がいいですね。まあ、今、メガナイトが飛んだんでね。さあ、こういうとこも低めインドラからのメガナイトみたいなね、ここももしかしたら来るんですけど、低めギャングからのメガナイト。これが強いですね。低めユニットからのメガナイト。これ覚えるだけでいいですね。とりあえずメガナイトではなくて、相手のユニットがいるなら低めユニットからのメガですね。まあ、しかもね、このデッキメガナイト出さずにも戦えるので、でメガナイト出さなくて有利を取れるなら、もうずっとね、ディガー、ギャング、コウモリ、スケバレ、そしてあとはプリンスとかでね、一生攻めるっていうのもありですね。とりあえず暇なんで、スケバレ飛ばしていきます。さあ、ボンですね、ボン。ボンと、ゴボリはね、まあ前はだとエレジャイとかあったんですけど、今だとちょっとわかんないですよね。さあ、ボンバーダメージ嫌ですね。オリ、ハンター。え、マジでなんだろう。本当に待って、わかんない今。デリー。ロイホグかな？ロイホグっぽいですね。なんか施設が入ってないロイホグが最近流行ってるんですけど、今回の相手は施設ありのロイホグですね。さあ、ザップって処理しながら、まあ、ギャングでね、耐えてほしいね。さあ、固めてきたらメガナイトで踏めるんですけど、今みたいにセパレートされるとね、ちょっと踏みにくいよねっていう。まあ、踏んでいきますね、でも。
そう、セパレットされても結局は踏んで形を作って攻めなきゃいけないんでね、守るだけだと勝てないので、まあ、セパレートされた時に、まあ、踏むタイミング的なのは、まあ、後ろにユニットがいるかどうかですね。それを踏んで自然とカウンターの形になるなら踏みたい。例えばケツインドラして、インドラが残ってる時に相手がセパレートしてきたなら、インドラいる側にメガナイト踏んであげるとね、それだけで熱いので、さあこことかね、ここでロヒョクセパ来たら右側踏んでできるだけカウンター行きたいですね。まあ、4体あっち行ったとかならあれですけど、 2-2 とかだったらね。さあここまあプリンスでいいか、スケで延命してきたらザップ打ちます。あー、タイミングがマジ激つら。さあまあここ固められてるのはさすがにこれは踏む。なんならザップできたら熱いけどな。あー、檻がねやっぱ強えよな。さあインド、相手インドラの受けがちょっと厳しそうで、コウモリの受けもちょっと厳しいのではないのか。いやデリバリーがあったな。いやですがデリ使った。あーでウッド待ったっすね。これまあウッドで終わるか。なんかね、本当はスケルトンバレルにウッドとかザップを使わせたらメガナイトの後ろの、まあなんだろうね、コウモリとかギャングが生きるよっていう仕組みがね強いんですけど、今回ねデリバリーとかがあるので、まあ簡単に言うとデリしかないですね。エリスピ系がないのか、なんかエリスピ系がある気がするんだけど出てこないので。さあここは逆サイドにちょっとプレッシャーを与えてきます。でデリバリーを使った時の相手コウモリがめっちゃ辛いので、これですね。まあエリスピあったんかい、全然記憶してなかったな。さあここ熱いで、これ守れないかな、もしかしたらクエイクがねあるんですけど、いやウッドか、いや耐えれるんじゃないのか、ギリ、いやギリ耐える。一応クエイクで落ちちゃうか、延命すればよかったかな。いやこれ延命してウッドをちょっと使わせたいね、攻めに。なんならウッドが間に合わなくてこれ買った説も。さあ、あるナイス。やっぱプリンスがねいいですね。槍ゴブリンだとやっぱ攻めるのがめっちゃ難しくなってくるので、プリンスのだけでプリンスが勝手にね相手にプレッシャー与えてくれますね。さあ豚ちゃん2連ですね。まあ玄関家はロイフグマジでね多いんでね。さあよろしくと。どうしようかね、今んとこメガナイトは大活躍してるよ。メガナイトの後ろのインドプリンスですね。そして追いコウモリ、追いギャングも大事。まあ巻き込んでね一緒に処理されないようにっていうのを大事にやっていきたいですね。さあ暇なのでどうしようかな、暇だな。ザップ打つか、まあ、ギャングぐらいやっといてもいいか。さあスケバルとかディガがね初手にあると嬉しいんですが、さあウッドがあると、でゴブリンバレですね。これ本当はなんかユニットで受けたいんですけど、ちょうどなかったのでシャーなしのねザップです。基本的にザップは攻めで打ちたいですね。でここに関してはもうメガナイト出します。というのもインドでもロケ、まあ、プリンスも多分ロケ撃たれて、インドでね確実にあのプリンセス処理できますし、相手のプリンがこうやって無駄になるんでね。でインドラであのナイトを焼きたいよねっていう話ですよね。まあでもタゲ取るようなギャングとかもね来ますよね。さあでテスラが強いね、今回の相手はこのテスラが強いので、まあ、僕はこのテスラをちょっとね気をつけなきゃいけない。でこれ早めのタイミング出せばちょっと完封できるんですけど、タイミングがねもうおじいちゃんのもんで、ここ最近ユニット出るのがちょっと遅いんですよね。そう申し訳ないですね。さあスケバレ飛ばしながら、スケエレスピなのかな、スケアイスピか、まあちょっと忘れたんですけど、まあちょっとねこういうねコウモリとかでねちょっかいかけていきます。いやーエレスピがねマジで強えな。いや打ってもよかったかな、プリンス残ったかな、ちょっと際どかったですけど。で、LSP をね、どうにかやれれば、コウモリがやっぱ無双するので、それだけちょっと意識してやっていきたいですよね。さあ、定位置のも、定位置だったらよかったけど、お、定位置じゃなくても完封していく。やるね、ギャング。で、まあ、このスケバレは、まあ、ウッドかテスラかですね。スケバレの落下ダメージ自体もね、強いので、あれだ、それもね、入れさせたくないですね。あ、これテスラを使ってるから、これ、端前結構いっても、熱いとは思うんですよね。うん、さあで相手のあのプリンがね厄介で LSP 使ったので、さあで攻めザップもねとりあえずなんか打っとけばいい感じになるですね。ザップっていいね。でこのプリンスが勝手にね暴れてますね。で一旦ここは落ち着こうか、まあ、無理に行く必要もないですよ。流れ的には圧倒的に僕の方が申してるので、さあここで、まあ、バレル飛んできたもギャングでねまた防衛できるっていう、流れとしてはめちゃくちゃいいね。
めちゃくちゃいいけど、思ってるダメージがね、入ってるだけではないですね。まあ、エリアドがすごいって感じですね。さあ、多分ディーガーで削っていきます。さあ、LSP 後ろ、スケバレ、飛ばして、いや、コウモリがね、コウモリインドがバカ入るよ。バカ入る。さあ、インドが削って、ナイスと。いや、マジ、メガナイトの後ろのユニットが本当に強いので、それだけつけとくってのは大事ですね。まあ、本当にメガナイトの攻撃が強いので、とりあえずつけとけって感じですね。で、大事なのはつけすぎないってことっすね。やっぱいっぺんにたくさん追加すると、ファイボとかデリバリーとか、なんでも美味しくいかれちゃうんでね。1体追加して、相手が対応を他にしてきそうだなってところで2体目追加であったり、まあ、本当追加するタイミングが重要で、まあ、今回に関してはプリンスもいるので、まあ、メガナイトプリンスでもいいですし、メガナイトインドラとかで組んだ場合は、逆サイドに単体プリンス、そして後ろにコウモリとかでも十分ね、強い形になると思うので、そこだけちょっとね、気をつけて。これちょっとなんか悩んだな、いろいろ。いろいろ悩んでちょっと微妙になるけど、まあいいか。結果的にいいや。さあ、今回ウォールブレイカーもバレルもある、高回転枯渇かな、相手。いや、これザップ打つか。で、相手のゴブリンバレル多分あると思うんだけど、まあ、ゴブリンバレルはギャングで一応完封できますので、飛んできた瞬間にキングラーからね、パッて出してあげれば、なんか勝手にね、掃除してくれます。で、プリンセスとかですね、で、今回の勝ち筋も、まあ、スケとかもいるので、結構ね、メガナイトプリンスの形が重要になってくるかなーと思うんですよね。まあ、これちょっとディガーと組み合わせたら、ジミウゾじゃないですか？コウモリがね、コウモリがいい感じに。いやー、思ったりっすね。ハンタームートが強い。鬼強いけど、あれはメガナイトで踏めそうですね。で、踏んだタイミングのこのバレルは対応できないので、まあ、もう無視でね、こっちを優先して形を組もうかなと思います。で、ギャングスケバレどっちを追加しても、結局、ウッドでね、処理されるので、インドラ追加をしてからの、スケにザップ打ちたいっすね。いや、コウモリ追加してもいいっすね。そしたら相手このインドに対して絶対スケとかこういうオールブレイカー小物でね対応したいと思うので、オーケー。いや、コウモリがぶっ刺さってさ、インドが刺さるよねって、これはね結構よくあるシチュエーションで、なんかメガナイトプラスのインドラで起こり得ますね。もうインドラが無双してインドラがね相手のタワー落とすとかマジでよくあるので、まあ、メガナイトインドをね積極的に組むっていうのもまあ大事にはなってきますね。まあここはね今回プリンスインドで組んでいきましょうかね。あのウォールブレイカーぐらいね、おー、先行すんじゃねえよ、ボケイ。で、相手今回ね、コウモリきつそうだったので。で、これにね、プリンちゃん。プリンちゃん。いや、プリンちゃんが出る場所を読めなかったのは痛いが、相手はコストがないのか、これは。メガナイトがぶっ刺さりそうだ。ぶっ刺さりそうだ。いや、ウォールブレイカー釣りがうまい。これ許容します。で、相手ウッド空振っていく。さ、ナイス。いや、いいっすね。しかもエリクサーもあるので、もし攻められてもね、大丈夫と。だからやっぱプリンス単体、メガナイト単体だけ通らないですけど、しかもメガナイトプリンス、メガナイトインドラの形を組むだけで勝てる。で、そこに相手が何か対応してくるだろうなっていうので、まあ、メガナイトインドラとかが橋渡ったら追加コウモリとかね、ウッド使った追加ギャングとかしてあげればもう神ですね。よろしく。グラチャレかける10にするまで出れません。さあ、部屋にこもってますね。グラチャレ12勝ね、10回するよっていう。さあ、頑張ってください。スケバレで、まあ、カード回しですかね。ホバリング、まあ、ラバとか、まあ、ロイホグとか、まあ、コヤコヤとか、まあ、クローンとか、まあ、なんでもありそうな気はするが、さあ、コヤコヤでしょうか。コヤはね、嫌ですね、非常に。ザップだけなんでね、相手のこのコヤをね、処理できないんですよ。そう。なので、コヤコヤはちょっと嫌ですが。ちょっとどころじゃないですね。非常に嫌ですね。マザネ君もホバも嫌です。さあ、あの、ゴブ小屋を壊したいが、さ、ザッピーもいますね。まあ、ファイボ枯渇デッキ的なね、やつだと思いますね。さあ、メガナイト来た。メガナイトか。これ踏んで、後ろからね、さあ、背中からね、ちょっかい出してあげます。これ大事ですからね、背中からね。相手のあれ、高速ザップぐらいしようかな。いらんか。いや、タルババがね、こっち帰ってきちゃったね。さあ、ホバリングと。多分、マザネクいる、ダブルエレクサー大会でめっちゃ無双してた。
そう、デッキが普通になんか1対1でも強いらしくて、多分それですね。これやべえ、マザネクで全部舞台にされるかも。いやー、ウッド使ってほしいな。ウッド使わずに全部舞台になってくるのやだ。いや、でもユーノにちょっかい出してる、ナイス。さあ、ユーノがね、先頭から来てくれるといいんだけど、ユーノが先頭から来てくれなきゃちょっと痛いぞ。いや、ナイス。いや、プリンス、天才か、君。ここでね、メガナイトとかいけると、まあ、熱いと思うんだけど、言うと相手はメガナイトあんのか。ちょっと行っちゃおうかなって思います。そう、タイミング被って、今。これでメガナイトのコスト出せなくて、コストなくて、結構激アツだと思うんですよ。コウモリがね、多分これ、パーティーします。マズネクのコストがない。てか、ホバか？カードサイクル的に。さあ、いいね。コウモリが熱いね。いや、これがね、強えの、強えの。で、相手は、ユーノポイズンとかの、多分そういう系のデッキなので、そう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 。なんかね、ロイホグが来るとかはないんですよ。さあ、ここはぶっぱしてあげて、コウモリとかも追加してあげてね。あのマゾネクだけはやりたい。やんなきゃ終わる。終わる！オッケー！やったっすね。でかい。あそこやってしまえば、相手対空は熱いんだからね。ホバもザッピーも、ゴブゴヤも全部一応単体攻撃なんで、ね、コウモリが無双するよねっていう。さあ、こっちを警戒しながらの、さあ、これインドラね、無双します。インド無双するんで、まあ、低めインドからの、さあ、まあこれ、メガネと別に飛んでもよかったんですけど、ね、とりあえず最強なので。で、ここマザーネクル来ますね。マザーネクルをやるディガーで、ザップでぶっ潰して、さあ、勝手にカウンターの完成でございます。あー、ドラチャイ受賞できねえぞ、頑張れ。さあ、というわけで、まあ回転が速いっていうのもこのデッキの良さではあるっすよね。はい、今日はメガナイト枯渇プリンスがだったんですけど、マジプリンスがねめちゃくちゃ活躍しますね。メガナイトプリンス、そしてメガナイトインドラの時の逆サイプリンスなど、皆さんも意識して、よければこちらね使ってみてください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。ではお疲れちゃんでした。またねー。